5チームが脱落する結果発表。マシンカラーも統一され高い完成度を見せた沖縄軍団がトップ通過。レーシングドライバーチームはギリギリ8位で滑り込んだ。9位以下は残念ながらここまで。ベスト8からはトーナメント戦、1位対8位というように上位と下位が対戦する。6組目はスペシャルウィズ高谷三兄弟対滑走レーシング。ピットのマサ君、聞こえますか？聞こえますよ。先ほどなんかちょっと走れなかった、滑走チームの、はい、松田選手、心が折れてなきゃいいんですけど、ちょっと聞いてもらってよかですか、意気込みを。すいません、あの審査員席から今の心境を教えてくださいということなんですけど。めっちゃドキドキしてますやっぱりなんかそんな気がするですよなんかレースよりもレースの予選よりも緊張してますオルドさんと野村さんと谷口さんに一言お願いします。レーシング魂を見せます。お魂じゃあ見せてもらいましょうか。じゃあ、はい、いいね。もう緊張しててね、コメントがつまんないんですよやっぱりなんと第一通過のスペシャルウィズ高谷さん兄弟、5年の揃い方もうまい。ここから加速してくれ五代さん。今度は沖縄の五代さん、そんな走りを見せる。ワンツースリーフォーファイブ、見事見事、うまい。100点。これは100でいいでしょう。これは100でしょう。3人そう100でしょう。100、4人。何かがない限りこのままいっちゃいますよ。これねえ、やばいね。あの揃え方がうまいですよね。練習してきたって感じしますよ。 あれ練習なしですよ。大丈夫ですか？ちょっとね、もう今コメントができるような心境じゃないんですよ。もう緊張しすぎてですか。はい。でも今裸足ですか？もちろん。はい、靴下本気の時は僕は靴は履きませんそんなミスター K にミラクル発生どうした？どうした？どうした？乗って乗って乗って押し書きするから乗って。さあこれちょっと滑走レーシング相手が悪いかもしれません。松田敵雄もなんとかマシンが直って、この隊列に加わった5台での滑走レーシング。まずは1本、どういう走りを見せるんだ。さあどうだ、ワンツースリー、ああ1台1台1台綺麗な余計、なんか綺麗な右左の余計を見せましたけれども、滑走レーシング失敗。久保のあのマシンが一瞬戻ったところからというところでしたか。その後ろでアラがもう大変な状態になっていたと。ちょっと相手が悪いが、それでも滑走レーシングラスト1本に入ってった、ね、レーシング魂。さあなんとか、そうですね、レーシング魂を見せてほしいところだ。片岡が来る、松田杉雄が、久保が、アラが、ミスター K がやっと完璧に決定、ベスト進出、スペシャルウィズ高谷三兄弟沖縄。これはちょっともう決定ですね、はい、なんか負けちゃったみたいですけど。いや悔しいですね、でもね、負けから学ぶことって多いですし、ここから這い上がって、どうですか、手応え的にはまたチャレンジしていただけますか？いやもちろん、はい。でもね、あのエンジンかかんないのはちょっと精神的に良くないですね。これから行くぞって言った時に。でもあの次もチャレンジします。もっともっと上手くなってからね。あ、言います。いいですね、その前向きな発言、はい、もっともっと上手くなりますんで、はい、わかりました。じゃあ次回も頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。えっ顔は映んないのに顔でものすごいコメントするからね。2組目はヘビーローテーション対チーム RYO。ベスト進出をかけてヘビーローテーション。先ほどはなかなかいい走りを見せていた。ワンツースリーフォー、いやー危ない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 、浮いたよ今あいつはさ、もうやる気なんでしょ。あれをおかしいでしょ。高得点今ちょっと面白かったもん今。高得点すごいよ、はい、やる気やる気やる気。浮選手怖いよね、うん、もうしかもだってもう潰れてんだから右側そうだよね。今だってミッション見えたよね見えた見えた足折れた。よしいいぞ。いなくなるんだ、うん、4台の方が得点出んじゃないの、うん、4台でも90点今日出るからね。
もう傾いてる、傾いてるねすごいことになってんなこの車。でも4人でどうするんですか、決勝勝っちゃったら。僕がいらんかったってことです。そうですよね、それが証明されるということです。リーダーなんですけど、最強メンバー連れてきたんで。リーダー以外は、リーダー以外は最強メンバーです。本来のいい走りができるかもしれない。上信越北陸優勝チームヘビーローテーション。しかしちょっと1台が抜け出た。前1位、そしてよく綺麗に抜けていく。やっぱりうまい。これはいいんじゃないですか。4台でやればいいのにね。もう94、92。さあヘビーローテーションに対してはフレッシュマン優勝チーム、チーム RYO2 回転とハイテンションな仲間たちはいい4台だ。どうだ、4台目ちょっとザーン、ちょっと戻った、負けた。これは綺麗に立ち上がってはいくが負けた。どうだ、ということでここも僅差。ベスト4進出はヘビーローテーションです。僅差。どうですか、リーダー抜きで走って決勝に進めた。すごいやりやすいです、はい、やりやすいです。勝てる自信が出てきました、はい、3組目はクイックアクション対爆音紳士。さあ来ますよ、来ますよ。チームの優勝チームです。クイックアクションです。成功すれば高得点が出る可能性のあるチームだ。あー、ワンツースリー、立ち後ろ2台、ちょっと分かれたか。雰囲気は良かったですよ。雰囲気は良かった。3人に分かれ、そして最後のマイティがちょっとミスと。ということでこれはちょっと爆音紳士厳しいかな。無理でしょ。どうかな、うん、関東の3人スカイラインのチーム揃えることができるか、走りを見せることができるかどうか。どうだどうだ、トビクダが入っていく、後ろもついていく、後ろもついていく。今までの中では一番いいかもしれない、ね、どうやら決定。ベスト4進出はチューブ優勝チームクイックアクションです。最終組はオメジ軍団対チームクロス。さあオメジ軍団どういう走りを見せるのか。5台きっちりと来た来た来た、ギリ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 、大化けの90点おめじの勝ちです。おめじね、山田です、まだです、はい、野村さん、はい、チームクロスですよ。あ、ね、さあ今これですよ迷うもん。あー分かれる、3人に分かれるぞ。あー1台が、危ない残念、決定。ベスト4進出おめじ軍団、ね、やっぱりね、これはあっさり決定、はい、決定してしまいました。まとまりそうにないもん、ないねどのチームも勢いは十分のセミファイナル。あとは安定感だ。資格のない沖縄軍団相手にヘビーローテーションが見せる。沖縄のこの5人組決勝進出に向けてこのまま勝ち抜けていけるか。ワンツースリーフォーファイブ、綺麗にいった、これは等間隔、また決めた、また決めた、決めたね、これも綺麗、見事本当に決めた。多分100じゃないな、でも98、はい、ね、この人たちうまいってこと。うまいね、もしかしてうまいですよ。としか言いようないよね、うん、決定ですよ、もう多分。いや、また書いちゃったでしょ、また、はい、もう優勝。いや、ダメだよ、ここまで書いちゃ。いやさあ、対するヘビーローテーション4台の場合は本当にきっちりと4台が、でもあの1台がいないだけにこの4台ぐっと点数上がったですからね、はい、さあ、どうだ、スピードを乗せて2台、あ、真ん中がちょっとまっすぐ、真ん中まっすぐ、2台目はやった、ヘビーローテーション、ここでやってしまった。でかいぞ、これは。うわ、かわいそうに。いや、結構なダメージだ。1本目大きな大きな、あ、接触クラッシュ。ちょっと今の勢いありましたね、接触ね。勢いね、これも走り切ってないところでの得点はしかし伸びません。結構よく見えてきた。結構思いっきり2台当たって3台みんななんかどっか潰れた状態になっちゃったね、うん、やばいぞやばいぞ。さあヘビーローテーションはピンチです。厳しい状況にヘビーローテーション追い込まれました。さあ強打クラッシュしてしまいました。上信越北陸優勝チームヘビーローテーションの4台はまだ逆転の可能性が。綺麗だ綺麗だ綺麗だ、これは最後、これは最後、ね、綺麗な4台がもうボロボロ。ここまで
ここまではすごい良かった。いやここまでは相当いい走りをね、審査的前までは見れていたんですけどね。いや見せましたヘビーローテーション、ね、最後はこれ多分本当にもうやってやろうというギリギリのとこだったんでしょうね。思いっきり来ましたね。来ましたね、うん、見せてくれましたけれども、決勝進出は決定いたしました。なんと決勝進出ファイナルに残ったのは沖縄スペシャルウィズ高安3兄弟です。ホームクイックアクションに東北おめじ軍団が挑む。中部の優勝チーム、先ほどは爆音紳士を破ってここまで来たこの5台、さあ来る来る、2台目とこがすぐ4台、4台いった、4台いった、4台、やーちょっと戻った、ちょっと戻り、ちょっと戻り、それでも、はい、90点、まだゆっくり立ち上がってくる。5台をうまくまとめて揃えて飛び込んでいきたいところだ。さあどうだ、1台飛び込んだ、飛び込んだ、手前、危ない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 、すごい2台目3台目4台目、あれ危ないよ、ドキドキするね、なんかワクワクするんですよこれ。ワクワクポイントが80点、ちょっと入れて80。さあおめじ軍団、おめじっと、さあゆっくりとしたところから一気に加速、5台が揃って飛び込むことができるかどうか。おめじ軍団のラスト2本目はどうだどうだどうだ、ワンツースリーフォーファイブ、悪くはない悪くはない、悪くない、どうだこれはどうだ、決定です。いやなんとなんと、ほぼ1点差ずつ決勝進出、中部優勝チームクイックアクション。この1点は俺的には車速ですね。車速ですね、やっぱ進入のね、うん。